じゃあ今日最後にするね。BGM かかってんな。聞こえないふりして。じゃあうちの会も聞こえないよね。わー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 、結構見てくるね。ちょっと待ってね、ちょっと待ってくださいよ。よっしゃ、ちょっとバリウムがでかかったね。バリウムか。バリウムか。これはバリウムじゃないからね。知ってるでしょ、バリウム。全然違う色、これ。ちょっとこの辺の、この辺の色に似てるな、バリウムね。結局、じゃあその、銃の補足として、じゃあなんでイエス・キリストは処刑されたのか。焦ったから。焦ってるでしょ、新約聖書なのにめっちゃ焦ってあるから、イエス・キリスト。だから処刑される。なんで焦ったら処刑されるんですか。焦ったら処刑されへんの。処刑って言葉じゃあかんねん。焦ったら死にやすい。わかった。いや、処刑じゃないの。死にやすいってだけだけど、死にやすいって殺されてるやんかって。当時は人間相手に死にやすかったんちゃう、焦ったら。あの時代は。今、この時代人間相手に焦って、処刑されますか？されてる。されてるじゃんか、じゃあ、今かって。それと、その原理とともに、それは善の論理として、悪の論理としても、すべての悪事は焦りが原因である。十分やね、この説明で。分かっていただけると思う。今、陰陽の説明したらいいので、十数字における陰陽の説明をやってるから、男女における十の説明になってるかなぁ、と思って。男女の正義は裏表であるっていう、そういうような解釈ができやすくなろうかと。素敵にサービスできたなぁと。自己評価高め。今ね、自分自身の主観主観。